皆さん、こんにちは。12月2日放送の朝だ。生です旅サラダ ABC テレビ、テレビ朝日系で当面の間休むことが発表された神田正輝さん。このチャンネルでは先週、神田正輝さんの復帰は近いという旨の動画を公開しましたので、先週の放送で復帰されるのではと考えた視聴者が多くいたようでしたので、ここでお詫び申し上げます。3週連続の欠席となってしまった神田正輝さん、共演者の松下奈緒さんがオープニング冒頭で、神田さんは現在体のメンテナンス中でしばらくお休みをいただくことになりましたとアナウンス。11月18日の放送では、72歳で初めて体のメンテナンスをすることになりました、きちんとメンテナンスをしてすぐ戻りますとコメントを寄せていた神田さんでしたが、テレビ局関係者はこう明かします。11月18日の放送では、1週間くらいで復帰するんじゃないかと見る向きが大半でした。しかし翌25日の放送も、神田さんは体のメンテナンスを理由に欠席。一方、前日にはニュースポストセブンで神田さんが1週間程度の検査入院をしたと報じられました。もし現在も入院しているのならば、何らかの病気を患っている可能性も考えられます。ですが、神田さんのメンテナンス内容はおろか、現在の健康状態も明かされていません。業界関係者の間でも深刻な雰囲気が漂っています。休養前から痩せ細っていく姿が心配されていた神田さんでしたが、ちょうど昨年の今頃は旅サラダでまだ若々しい姿を見せていました。それだけに、急速な神田さんの変化は視聴者に大きな衝撃を与えていました。この時は髪色も黒く、顔もふっくら、体つきもしっかりとしていました。それが今年に入ってから痩せていく姿が指摘され、いつしか頭髪も真っ白に、最近では歯並びの悪さも目立つようになり、張りのあった声は弱々しくなっていました。たった1年でこんなに変わってしまうものなのかと言葉を失った視聴者もいたようです。それでも神田さんは元気に振る舞っていました。番組が8月に公式 YouTube チャンネルで公開した動画には、本番ギリギリに登場し、軽やかなスキップで元気よく共演者たちが待つオープニングの位置へ向かう神田さんの姿が、きっと皆をリラックスさせようとしたのでしょう。スタジオは和やかな雰囲気に包まれていました。もうすぐ愛娘であるさやかさん、享年35の三回忌が訪れます。神田さんはそれまで司会を続けたいと考えていたそうですが、今はただ健康を取り戻していただくことを願うばかりです。前出テレビ局関係者、癌闘病の話が尽きることのない神田正輝さんですが、急激な変化において間違いなく影響していると断言できるのが娘、神田沙也加さんの自殺です。沙也加さんのいない世界は少しずつ変化していきますが、母聖子にも異変がありました。レコード関係者はこう明かします。昨年も今年もNHK 側は紅白出場のオファーをしていますが、聖子さんが首を縦に振らないんです。通算24回にわたって紅白に出場している松田聖子さんですが、2021年はさやかさんが亡くなり、急遽出場を辞退しました。今年は旧ジャニーズの出場がゼロですから、NHK も聖子さんを紅白の目玉の一つにしたいと考えていた。中森明菜さんにもオファーしていたようで、もし実現すれば2人の歌姫が共演することになり、話題性は抜群です。しかし聖子さんは、あることがあってから NHK のオファーに後ろ向きになってしまって、そのあること
とは何なのでしょう。実は2022年の紅白には聖子さんは出演する予定でいたんです。しかし工藤静香さんとその長女のここみさんが親子共演することを知って、自分が出ることで水を差すのではないかと懸念してオファーを受けなかったそうです。過去にさやかさんと紅白で共演した思い出も脳裏によみがえったのでは。聖子さんはさやかさんとこれまでに2度紅白で親子共演をしています。2011年は坂本九さんの上を向いて歩こうお二人で熱唱。2014年には大ヒット映画アナと雪の女王の劇中歌生まれて初めてをニューヨークからの中継でさやかさんが歌いました。さやかさんは同映画の主演声優を務め、舞台でも活躍。モニターを通してまな娘の姿を見つめていた聖子さんがそっと目頭を拭う場面もありました。紅白は歌手として世間に認められる存在になった証ともいえる国民的番組。さやかさんの成長を見て聖子さんも本当に嬉しく感じていたのだと思います。ただ、さやかさんの逝去後わずか4ヶ月で聖子さんが活動を再開したのにはやはりさやかさんへの思いがありました。ファンクラブの開放にはさやかの分まで歌っていきたいと復帰への思いが綴られていました。昨年11月聖子ちゃんが監督を務めた映画の上映イベントでは、娘が恋しくてさやかのところに行きたくてたまらないと話し、最終的にさやかに会いたいんですと号泣してその場に座り込んでしまいました。イベントで自殺をほのめかすほどの心の傷は生涯癒されることはないでしょう。だからこそ娘が存在したことを示すために歌い続けています。昨年12月には聖子ちゃんの全国ツアー音源を収録したアルバムが発売された同じ日にさやかさんのベストアルバムが発売されました。これはさやかのことを忘れないでという聖子ちゃんからのメッセージのような気がしています。来年2月にはジャズのアルバムがリリースされます。歌い続けることが聖子ちゃんにとってのさやかさんへの供養なんでしょうね。今年も紅白の出場者には聖子さんの名前はありませんが、前出のレコード会社関係者はこんなことを言います。今年はウォルト・ディズニーカンパニーが100周年を迎えたこともあり、紅白で特別企画が組まれる可能性がある。そこでさやかさんを追悼する企画に聖子さんが参加するということも考えられなくはありません。しかし今年は朝ドラヒロインの趣里さんとその母親の伊藤蘭さんが歌手として出場することが濃厚なので、その親子共演が見られるはず。そうなると聖子さんとしてはそこに自分が出ることを良しとはしないはず。娘との幸せな思い出を悲しい記憶に塗り替えるのは辛すぎるでしょう。さやかさん不在の悲しみは広がり続けます。その一方こんな話も。さやかさんの死は婚約者だった前山孝久さんとのトラブルが原因だとする一部報道もありました。しかし昨年12月には前山さんの友人らによる2人のトラブルを否定するかのような発言が報道されたのです。記事では前山さんがさやかさんのマネージャーにお墓参りをしたいと連絡をするも返事はなかったと書かれています。前出スポーツ指揮者、しかし前出の聖子の実刑はこう明かします。さやかが亡くなってから前山さんからの連絡は一切ありません。さやかのマネージャーにも連絡は来ていないと聞いています。こうした雑音をはねのけて聖子さんは母としてトップアイドルとしてこれからもまな娘のために歌い続けます。
そんな聖子さんを応援する元夫の神田正輝さん。神田正輝さんは関係者を通して松田聖子さんを紅白に出してほしいと頼んでいるほか、病室で松田聖子さんが見舞いに来た際に直接出演を頼んだという話もあります。しかし前述したように松田聖子さんはこれを拒否。その理由について関係者はこう明かします。重病が噂されている神田正輝さん、その病状については聖子さんの口から語られることはありませんが、神田さんが聖子さんに最後にお前の紅白ステージを見たいといった不吉なことを言っているようです。聖子さんは神田正輝さんがさやかさんが亡くなってから急激に変わっていったことを知っていますし、自分の紅白の出演は神田正輝さんにとってもさやかさんを思い出させ体調に良い影響を与えないものだと考えている。松田聖子さんの紅白復帰は少なくとも神田正輝さんの体調が落ち着いてからになるのではと芸能関係者の間では推測されていますよ。来年こそは神田正輝さんの体調も落ち着いて、松田聖子さんも気兼ねなく紅白に出れるような一年になるといいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。